はいどうも、りょうへいです。お願いします。本日も引き続き安定のモンタンスポさんでーす。本日は Z のプロモデルのグローブをご紹介していこうかなと思います。Z でプロモデルって言うと、源田選手、今宮選手と思うじゃないですか。違うんですよ。幕張のセカンドがいるじゃないですか。その選手のモデルがあるので、ご紹介していこうかなと思います。そのグローブが、こちらでーす。はい、こちらなんですけれども千葉ロッテマリーンズの中村翔吾選手モデルとなっております。中村選手も軟式でのモデルっていうのは何回か出てるとは思うんですけれども、これは公式の限定品かな。源田選手とか今宮選手とかと同じサイズ4なんですよ。何か違うんですよ。3人も名手のグローブを作って全部違う方、全部それぞれのこだわりがある方。ちょっと今宮選手モデルは僕持ってきてないんであれなんですけど、こちらが源田選手モデル。もう皆さんご存知、源田選手モデルとじゃあ同じサイズ4で何が違うのといったところなので、源田選手の説明はもういいので中村翔吾選手モデルの説明の方をしていきたいと思います。はめた感じ、まずすぐ分かったところ、まず閉じ方が違いますね。順巻き、逆巻き、ポケットの広さもこちらの方が、狭めって言ったら言い方があれかどうか分かんないですけど、中村翔吾選手モデルの方が狭めだなと。いや面白いですよね。ショート守ってる選手、セカンド守ってる選手、面が広いってどちらかというとセカンドのイメージなんですよ。中村選手モデルの方がポケットが小さめで深いような、そこはまず1点ちょっと違う点では面白いなと、いったようなイメージになります。あとは縦に長めかなと。サイズ4なんですけど、まあもちろんポケットが深い分こちらの面積は同じ4でも増えるのかなと。まあハサミつかみ型をするような型をした長さのグローブだなっていうのは感じましたね。いやそこの点は本当にセカンド用っていうことはですよ、これショートやってる方、サードやってる方全然使えるっていうことですっていうのは思います。あー、肩の特徴で言うと今宮選手に近いかもしれないですね。順巻き、指股もここもないんですよ。なので今宮選手モデルにどっちかっていうと近いかなっていうのを感じましたね。この、まあ、はめた感じで、その柔らかくなったものをはめてるわけではないので、まあ、完成形を僕が出すとしたらですね、僕が出すとしたらどちらかというと、まあ、今宮選手モデルのような型をつきやすいのかなというような感じはしますね。ウェブがクロスウェブなんですけれども、ここがちょっと出っ張ってて補強されてるっていうわけではないですけど、まあ、強くはなってますよね。まあ、ウェブの先端がクロスになっていて、まあ、強い打球にも対応できるよっていうような型をしています。まあ、そういった点で言うとバスケットウェブでエッジ付きで先端クロスになってる源田選手、イメージ的には一緒なのかなと。そういった点では、まあ、源田選手モデルもバスケットなんで打球にも強いし、先の打球に関してもクロスされてるので打球負けづらいっていうのは、まあ、そこに関してはやっぱ皆さんプロ野球選手もかなり打球が強くなってるのであるのかなといったところです。で、まあ違いとかって話じゃないんですけれども、ただ単に、まあ、この限定色ブロンド系の色をしている Z さんでは結構珍しいのかなと思うんですよ。まあもうあとはもうこの張りはグローブの説明になっちゃうんですけど、比較とかじゃなくて張りとかっていうのをかわすとかっていうのは語彙力のなさが出てくるぐらいのプロステータス。セカンドの選手、プロ野球選手でももう浅く使う時代は終わっているなっていうイメージが出てきたなっていうようなグローブです。まあでも確かにそうですよね。以前の動画で外崎選手モデルもご紹介させていただいた時があるんですけど、その時ももう深かったですもんね。元はというとショートもハードに比べたら浅めだったりとかっていうようなイメージがあったんですけど、これ一世代前のサード用グローブぐらいの感覚があります。しっかりといくといったような感覚ですね。今宮選手モデルとの比較も出したいぐらいな感じのグローブになっています。中村選手モデル店頭に置いてあることってかなり少ないと思うんですよ。なのでオーダーってなってしまう可能性もあるんですけれども、モンタナスポーツさんに来れば買えますよと。正直言うと限定品なので、まああとはもう皆さん、まあ、結構派手な白に近い色なので、練習とか試合とか、まあどっちしろ汚れやすい色ではあるとは思うので、じゃあ色変えてオーダーで作りたいとかだってももちろん限定品で出てるぐらいなので、カタログにもドーンとオーダーのページに中村翔吾選手型あるので、そちらでも全然使えるのかなと。オーダーしても同じ方できるのかなといったような感じです。こうやって Z の代表格のこの源田選手モデルと比べてみると、もう本当に選手によっては全然違うなというのが発見できるので、まあそれも皆さん同じセカンドでも一緒に守ってる人がいたら、それも10人というのグローブがあるのは当たり前の話なんですけれども、ここまで違うのかということが分かったので、すごい発見でしたね。プロステータスなんで気になった方はすぐにモンタースポーツさんに来てください。お願いします。ということで本日はバロットマリーンズで中村
村翔吾選手モデルと埼玉セブレーズ源田選手モデルの同じ Z のグローブなので同じプロモデルとして比較をさせていただきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの源田モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、源田グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人そういくか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日は、Z の、プロモデルの、グローブをご紹介していこうかなと。あー、やべ、やり直し。くそ。すいません、どうぞ。今携帯電話中でした、ね、こちらから電話させます。お待ちください。はーい、すいません。今明日打ち合うもん、あー、頑張るか。ああ、よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。うっ、大丈夫ですか。いや、なんとかって顔してね。今一応3本目終わりました。あれなんですよ、あの、あ、